ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり内閣官房内閣審議官平井康夫君ほか4名を 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査を議題とし質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。川田隆平君。え参議院議員の川田隆平です。え今日は委員長。 筆頭理事両筆頭尻そして委員の皆さんには本当に委員長という立場でありながら質問をさせて,ていただくこの機会をいただきまして本当にありがとうございます中立の立場で質問させていただきます質問に入りますまず日朝間では水面下での接触が続いているとされる中2023年9月29日の朝日新聞において 2023年3月と5月に東南アジアの主要都市で日本政府関係者と朝鮮労働党関係者の秘密接触が行われたことが報じられました。これらの秘密接触と同じ時期、2023年5月27日の拉致問題の国民大集会において、岸田総理大臣は首脳会談を早期に実現すべく、 私直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと考えておりますと述べ、直後の5月29日、北朝鮮の外務次官は、日本が新たな決断を下し、関係改善の活路を模索しようとするなら、長日両国が会えない理由はないとの談話を発表しました。その後、今国会の所信表明演説でも、岸田総理は、金正恩委員長との首脳会談を実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めてまいりますと述べましたが、岸田総理の言う直轄のハイレベル協議とは、 まさに朝日新聞で2023年9月29日に報じられたものなのでしょうか、この秘密接触においては、2023年の秋に日本政府高官を平壌に派遣する案も話し合われたとされていますが、2回の秘密接触の後どういった動きがあったのかという点と合わせて、官房長官に説明を問います上川外務大臣。あの今委員が、えー ご提,案ご提示なさいました報道につきましては、承知をしているところでございますが、事柄の性質上、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと思いますあの。いずれにせよ、拉致被害者ご家族もご高齢となる中であります。 時間的制約のある拉致問題は一、まあ、時も揺るがしにできない人道問題と考えております引き続きすべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現するために、まあ、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいるところでございますその上で記者総理はこれまでも日朝間の懸案を解決をし両者がともに新しい時代を切り開いていくという観点からの総理の決意を あらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝え続けるとともに首脳会談を早期に実現すべく総理直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと考えているこうした旨を随時述べてこられてまいりました11月26日の国民大集会で総理からも述べられたとおりでありましてそのために 様々なルートを通じて様々な働きかけを絶えず行い続けておりそうした働きかけを一層強めていく考えでございます北朝鮮の働きかけに関する具体的な内容などにつきましては今後の交渉に影響を及ぼす恐れがあるため明,明らかにすることにつきましては差し控えさせていただきたいと存じます 川田隆平君外交上のやり取りで、詳細な内容や人物などを説明できないことは理解しますが、報道で大々的に取り上げているので、こうした接触があったことは、政府としてしっかり伝えていただきたいとべきと思いますで。秘密接触の詳細を教えてほしいとは言いませんが、日本で帰りを待つ拉致被害者のご家族、そして北朝鮮で助けを待つ拉致被害者のためにも、日本政府が努力していることを伝えるのは非常に重要だと思います。 今一度の質問になりますが、報じられているような秘密接触があったかどうかだけでも、明らかにしていただけますよう、外務大臣の誠意ある答弁を求めます。上川外務大臣あの。先ほど答弁したとおりでございまして、あの報道については承知をしておりますけれども、事柄の性質上、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。 川田隆平君、はいまあ、訂正がないということで、そういうことだというふうに理解いたします。拉致問題に関する施政方針演説、所信表明演説について伺います。先ほど、まあ、今国会の岸田総理の所信表明演説で、まあ金正恩委員長との首脳会談を実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めてまいりといった表現が持ち上げたことは先に触れました。他方方岸田総理は就任以来第回国会までの施政方針演説や所信表明演説説や表明において私自身 条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意であすと述べてきましたが、今国会の所信表明演説ではこの表現が用いられておりません。岸田政権は北朝鮮と条件をつけずに対話を模索し続ける意思はあるのでしょうか、まあ、なぜ今回、所信表明演説の表現が変わったのか、理由を含めて説明を問います上川外務大臣。 あの表現のあのが違うということについてのご質問でございますが、岸田総理自身は、先般の第78回の国連総会における一般討論演説、これは9月19日でございますが、これを含めまして、条件をつけずにいつでも近所ジ委員長と直接向き合う決意を繰り返し述べてきているところであり、こうした考えには変わりはございません。 そしてあの我が国といたしましては、引き続き、拉致核・ミサイルといった処刑案の包括的な解決のためには、何が最も効果的かという観点から、普段に対応を検討してきておりまして、この対話一辺倒でもなく、圧力一辺倒でもない、こうした姿勢を従来から今まで変わらず取り続けているところであります川田隆平君。 この2009年4月27日の衆議院拉致問題特別委員会で、当時の官房長官は、北朝鮮による拉致は、我が国の国家主権および国民の生命と安全に関わる重大な問題です。国家的犯罪行為であり、許しがたい人権侵害でもあると述べています。そして岸田総理が外務大臣をしていた2017年の4月,4月24日の衆議院拉致問題特別委員会で、北朝鮮が有事になった場合、 日本としてどのような選択肢を取り入るかとの質問に対し、岸田外務大臣は次のように答えています。 でまず有事の際に拉致被害者、そしてし特定失踪者の方々の安全を確保する、そして帰国を果たす、これは国の責任であります、国の責任としてあらゆる事態を想定して、しっかり対応を考えなければなりません、その際に米国の役割は大変大きいものがあると思いますと述べ、その際の対応については、具体的に米国の対応を依頼している、また北朝鮮には大使館を設けている国が24カ国、1地域が存在します、まあ、こういった国々との連携も重要でありますと、具体的なオペレーションを説明しています。 北朝鮮に対しては、弾道ミサイル技術を使用した発射を強行し、日本でも J アラートが発動されたことを受け、先月29日の参議院ここの本会議でも、北朝鮮による衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射に抗議する決議案が採択されたばかりです。 その中で、昨年10月および本年8月に引き続き、我が国の上空を通過する形で発射を強行したことは、我が国の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威であるとともに、地域および国,家国際社会の平和と安全を脅かすものであると決議しています。とところで有事とは 日本が外国から武力攻撃されたり、武力攻撃をされそうなときに、首相が自衛隊に防衛のための人を遊営する状況のことと政府は説明しており、もっぱら有事法制の中で議論されてきた経緯があります。そこで官房長官にお聞きしますが、日本国が北朝鮮からのミサイルの脅威を受け、なおも日本人が北朝鮮によって拉致されているという事実は、日本の有事、あるいは有事に極めて近い事態と捉える余地はあるとお考えなのか、お伺います松野国務大臣。 お答えをさせていただきます北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権および国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決,解決すべき喫緊の重要課題であると認識しています。2002年に5名の拉致被害者が帰国されて以来、1人の拉致被害者のご帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、誠に申し訳なく思っています。 拉致問題を過ぎ去った事件ではなく今なお被害者が自由を奪われご被告できない状態が続いている現在の問題であります引き続き全ての拉致被害者の一日も早いご被告を実現すべく全力で取り組んでまいります有事に確立した定義があるわけではなくお答えを差し控えたいと思いますがいずれにせよ政府の認識は先ほど申し上げたとおりであります 川田隆平君このミサイルが飛んでくる場合、そしてこの拉致,が拉致が行われたというこの事実、こういったこの拉致の場合というのは、これ、有事に当たるのかどうかということはいかがでしょうか松野国務大臣。お答えをさせていただきます。先ほど申し上げましたとおり、有事に確立した定義があるわけではなく、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 川田隆平君やはりこの国民の命がかかっているものです、そしてミサイルによって命が奪われる、そしてまた拉致によって今、このどこにいるか分からないというこの失踪事件になっているわけです、でこういったことについて国民は国民に対,国は国民に対して、この命にこの差をつけるべきではないと思いますが、いかがですか。 松野国務大臣あの。政府の役割として、まあ、国民の生命財産安全。えこういったものをしっかりと確保して守っていくということが、まあ、政府の役割でございます。その上においての認識は、あの先生のご指摘の通りであると思います。河井田龍平君。私も今回、この委員会初めて質問に立たせていただきました。ま本当にこの国民の命。 この問題、やっぱり守りたいという思いで、私も国会議員になって、やっぱりこの46年間、横田めぐみさんが11月15日、連れ去られてから46年が経過をしているという中で、私も今年四47歳です、本当にこの親の気持ちであったら、どんな気持ちであっただろうかと、本当にこの家族のこの安否が分からないという状態をずっとこの46年間、 ずっと待ち続けているこの家族のことを思うとやっぱり政府にぜひこの動いていただきたいという思いがあるのはもう本当に親の気持ちそして家族の気持ち本当に痛いほど分かることではないかと思いますで、先月本委員会において上川外務大臣から北朝鮮をめぐる最近の状況についての説明を聴取いたしましたがその中で大臣は拉致被害者ご家族もご高齢となる中で時間的制約のある拉致問題は ひとときも揺るがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題ですと述べました。まさにおっしゃるとおり、拉致問題が長期化しており、被害者本人とそのご家族の高齢化も深刻です。2023年で最初の事件の発生から46年経過し、まあ、被害者の親世代で健,全なのは健在なのは、横田恵美さんの母親である早江さんと、有本恵子さんの父親である秋広さんの2人だけとなってしまいました。 拉致被害者の相美吉さんは九十歳を超えて九十二歳になろうかという超えて年齢に達しています。拉致問題が長期化し解決の兆しも見えないことについて、上川外務大臣どういう思いをお持ちでしょうか。上川外務大臣は北朝鮮と条件をつけずに対話を模索する必要性これを認識しているのかどうか、ぜひ答弁をお願いいたします。上川外務大臣。 あの拉致問題ということでございますが、まあ、2002年に5名の拉致被害者の方々がご帰国されて以来一、まあ、人の拉致被害者のご帰国も実現しないとしていないということについては本当に痛恨の極みでございます私も2006年に拉致特別委員会の委員派遣で新潟のまさに横田恵さんの拉致された現場を 委員会のメンバーとして、訪問、視察をさせていただきまして、まあ、あの情景は今も焼き付いています、そしてその横田恵美さんをはじめとするご家族の方たちが、あの時から時計の針が止まっている状態で、今に至ってらっしゃるということを想像しただけで、本当にあの痛恨という ここのでででは表現できない思いいい思をしているところでございますあの岸田総理自身でございますが、先ほどあの答弁したとおりでございまして、条件をつけずにいつでも金正恩委員長と直接向き合う決意、これについて繰り返し述べているところでございまして、こうしたあの首脳会談が早期に実現するための環境をいかにつくっていくかということにつきましては、 これはあの総理直轄のハイレベルで協議を進めるこのための環境整備ということでありますが外交的取り組みにつきましては外務省といたしましてもリードしてまいりたいと考えております川田隆平君家族会救う会は2023年2月に決定した運動方針において親の世代の家族が存命のうちに 全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援を行うことに反対しないという新しい提案を打ち出しました、北朝鮮との対話の糸口となりうる重要なポイントとだと思います。これについて岸田総理、林外務大臣前任者からは、拉致問題の解決に向けたご家族や救う会員の方々の強い思いの表れであり、厳粛な思いで受け止めなければならないとの考えを示しましたが、日本政府がこういったアクションを起こすのかといった点に言及がなく、残念だと思います。 上川外務大臣は先月の説明聴取の中で、被害者のご被告を待ち望んでいるご家族の皆さんの思いを胸に刻み、政府一丸となって、すべての拉致被害者の一日も早いご被告を実現すべく、全力で果敢に取り組みますと述べましたが、家族会、救う会の新たな提案について、上川大臣はどういった認識をお持ちでしょうか、またこの方針が出されてから数ヶ月が経過しましたが、日本政府は何か具体的な方策は考えているんでしょうか上川外務大臣。 本年2月26日に、拉致被害者ご家族会、救う会の合同会議におきまして、今後の運動方針が決定をされたものと承知をしております。これは、拉致問題の解決に向けたご家族や救う会の方々の強い切迫した思いの表れと、厳粛な思いで受け止めているところであります。 北朝鮮への対応につきましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けまして、あらゆる選択肢、これを排除せずに、引き続き過断に行動してまいる所存でございます。中でも拉致問題は、時間的制約のある人,権人道問題でございます。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けまして、政府として力を合わせて、全力で取り組んでまいりたいと考えております川田隆平君。 北朝鮮で24年間過ごした拉致被害者の橋池香織さんは nhk のインタビューにおいて日本政府にはアメリカと北朝鮮の交渉の進展を待つだけでなく食料支援の提案などま北朝鮮に対する独自のアプローチが求められていると指摘しましたこうした中日本政府は北朝鮮に対する独自の措置として関連団体個人の資産凍結のみならずま人道支援目的の船舶を含む全ての北朝鮮船舶の入港禁止北朝鮮に帰,国した帰港した第三国籍船舶 の入港禁止といった方策を講じていますこれらの措置は北朝鮮の核ミサイル開発の動きに対応したものと承知していますが北朝鮮の人道支援という観点で各ミサイル開発と切り離して例えば人道物資輸送のための北朝鮮船舶の入港を再度認めることなど一部を緩和することも一向に値すると思います確かに北朝鮮の核ミサイル開発は決して緩和できるものでありませんしかしそれと関係のない北朝鮮の市民そして北朝鮮に住む拉致被害者が日々の生活に苦しんでいること も見過ごしてはなりません日本政府が重視している普遍的価値にも基本的人権が含まれており、北朝鮮の人道目的での支援は、決して政府の方針に背くものではないと考えますが、この点について政府はどういった考えを持っているんでしょうか上川外務大臣。あの人道支援の可能性についてのご質問であると、でございますが。 我が国の対応につきまして、予断を持ってお答えすることにつきましては、差し控えさせていただきたいと思いますが、ご指摘の点も含めまして、北朝鮮への対応につきましては、拉致核・ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けて、何が最も効果的かという観点から、不断に検討を行ってきておりまして、今後もそうした方針で臨むの次第でございます。 川田隆平君北朝鮮においては、新型コロナ対策として国境を封鎖して以降、食糧難が悪化したとみられるとの報道が相次いでおり、本年もその影響が続いているとされています。こうした中本年9月には 路長首脳会談などが行われました。まあ、ここで協議されたとされる軍事的な協力については、厳しい目で注視していかなくてはなりません。他方、ここではプーチン大統領から経済協力や人道問題、地域情勢について話を必要があるといった発言があったと報じられています。やはりロシアから北朝鮮に対する食料等の支援について協議されたと考えられるのではないでしょうか。これににととどまらず、まあ、同月には金正恩総書記と中国の劉国の 副首相の会談も行われ、ここでは中国が北朝鮮に対して食料と医療面で支援をする姿勢を示したとされています。以上のように、新型コロナによる国境封鎖を本年8月に解除した北朝鮮が、各国からの支援を獲得し始めることで、日本の支援に対する北朝鮮のニーズが低下し、日朝の交渉につながる可能性も薄れていくのではないかと思われます。日本政府が人道支援目的の方策を講じるのであれば、とにかく早いに越したことはないと思いますが、上川大臣の認識はお持ちでしょうか。 上川外務大臣、えー、拉致問題の解決に向けましては、何と言っても我が国は特に主体的に取り組んでいく。 ことが重要であると考えておりましてまあ、時間的制約のある中ではございますが、えー、いろんな角度からその効果も見定めながら、えー、あの検討を続けまた行動してまいりたいというふうに思っておりますまあ、政府としては全ての拉致被害者の1日も早いご帰国実現ということで全力で方に取り組んでまいる所存でございます 川田隆平君。北朝鮮は本年8月の国境封鎖の解除に際して、まあ、海外滞在中の自国民の帰国を承認したことが報じられました。また9月には北朝鮮の外国人の入国が認可されるなど、あ許可されるなど、まあ、人的往来のえ本格化に。 向けた兆しが感じられます。他方、日本政府の独自の措置は北朝鮮との人的往来に及んでおり、ま決、あ、定。転籍者の入国日本への入国が原則禁止となっている。ほか、まあ、この北朝鮮当局職員及び当該職員が行う活動を補佐するものの再入国が禁じられています。また、一部報道では朝鮮総連系の朝鮮学校に通う児童生徒学生数は2019年時点で5000人以上とされており、まあ、日朝間で人的往来の活発について一定のニーズはあると思われます。北朝鮮の 動きを捉えて、政府は何か方策を講じる考えはないのでしょうか上川外務大臣。北朝鮮をめぐる情勢につきましては、今、委員がご指摘いただいた点も含めまして、我が国といたしましては、平素から重大な関心を持って、情報の収集、そして分析に努めているところでございますが、その詳細につきましては、コメントをすることについては差し控えさせていただきたいと思います。 あの政府といたしましては、日朝間のこの人的往来につきましては、我が国の措置として、北朝鮮籍の、北朝鮮籍者の入国の原則禁止、そして日本人に対する北朝鮮への渡航自粛要請等の措置を取っているところでございます。 こうした措置の今後の在り方にも触れるご質問でございますが、予、ま、断、あ、を持ってお答えすることにつきましては、差し控えさせていただきますが、まあ、一般論として、政府としては、北朝鮮に対する対応につきましては、拉致核・ミサイルといった処刑案の包括的な解決に向けて、何が最も効果的かという観点から、不断に検討してまいる所存でございます。川田隆平君 次に拉致被害者の田中実さんについてお伺いいたします。日朝間のストックホーム合意にも従って北朝鮮は再調査を行い、政府認定の拉致被害者田中実さんとその知人金田辰美さんの存在を生存を明かしたと報じられています。なぜ政府はこの情報北朝鮮から受けたにもかかわらずないものとしたのでしょうか。上川外務大臣。 北朝鮮による拉致被害者や拉致の可能性を排除できない方につきましては、平素から情報収集を努めておりますが、今後の対応に支障をきたす恐れがあることから、その具体的な内容や報道の一つ一つについて、お答えをすることは差し控えてきておりまして、この立場につきましては、引き続き維持すべきものであるというふうに考えているところであります。 あの繰り返しでございますが、被害拉致被害者ご家族もご高齢となる中であります、時間的制約のある拉致問題は、ひとときも揺るがしにできない人道問題でございます、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく、引き続きあらゆるチャンスを逃すことなく、全力で行動してまいりたいと考えております。川田隆平君。 今後の対応に支障をたすとして、こうした報道の逐一について答えるのは差し控えたいと、まずからから答弁されていますが、まあ、生存情報があるのになかったことにしたということこそ、まあ、拉致問題の対応として支障をたす、間違った政策判断だったのではないでしょうか。こここのよよううなとととを日本政府が行うことにっって、て、まあ、いくら拉致問題題は最重要課題といっても、 日本でも北朝鮮からはもう信用されないのではないでしょうか、なぜ拉致被害者の生存情報を隠すのか、上川大臣の認識を伺います上川外務大臣。あの政府につきまし政府はすべての拉致被害者の一日も早い。 帰国のの実現のためにその過程におきまして、関連報道等の逐一につきまして、反応すること、それ自体が、その取り組みに支障を及ぼしかねないという立場でございます。その内容、状況について、明らかにするということについては、控えさせていただきたいと思っておりますが、こうした立場については、今後とも維持すべきというふうに考えているところでございます。 まあ是非一人でもですね この多くの方が本当にまずそこから情報を得られるということもありますので、ぜひ一人の方でも製造を認めるということから始めてはどうかと思います。え近年北朝鮮の核ミサイル開発は拍車がかかっており、また日本との関係については拉致問題が解決に向かって進んでいるとは到底感じられません。えこれら拉致核,核,核ミサイルといった北朝鮮の問題に取り組むためには、え日本が単独で動くだけでなく、関係国を巻き込む形で協力することが重要です。2000年代には6カ国協議として 北朝鮮を含め米国韓国中国ロシア日本が一同に会し問題解決の筋道を下がるために議論を重ねました2005年9月の六カ国協議の共同声明は朝鮮半島の非核化を謳うことと同時に日本との間で懸案となっている問題も盛り込まれているところにその意義があります地域の平和と安定のため日本がいいシステムを取って多国間協議を求め日朝交渉を引いては拉致問題の解決に結びつけていこうという考えはないでしょうか大臣にお伺いいたします 上川外務大臣、えー、六社会合についてご指摘をいただきました、えー、今後の対北朝鮮政策に関します、えー、国際的な取り組みの進め方について、検討するにあたりましては、えー、この六者会合の枠組みを含めまして、米国とも連携しつつ、いかにして北朝鮮から前向きで具体的な行動を引き出していけるか。 こここれを見極めることが極めめるるとととがてて重要と考えているところであります、えー、拉致問題の解決のためには、えー、我が国自身の主体的な取り組みに加えまして、まあ、国際社会と緊密に連携することが重要と考えておりますので、まあ、その意味で、関係各国、あるいは国際社会としっかりと連携をしながら、えー、この日本の立場を繰り返し説明しつつ、何が最も効果的かという観点から、 え引き続き不断に検討してまいりたいと考えております川田隆平君はい、ありがとうございました終わります